14番森脇徹議員の発言を許します。14番森脇徹議員。ありがとうございます。14番日本共産党支部の森脇徹でございます。通告の3点を問うものであります。第1問は環境先端問題で市政信頼回復は達成したかで問うものであります。1つ目、環境センター大躍進信用失墜事案は第三者委員会の解散で市は解決と信頼回復に区切りができたとされていますが、市長が事案関係者と市民に提起した賠償額を急所すると断言された事案は今現在何ら解決していません。関係者も市民も幾度も急所すべきでないと市長に要望し提案している課題であります。この点で一つには9月議会で市長は同僚議員の質問に対し賠償請求行為を意図するかの答弁をされましたが、その後この議会にも市民にも何の説明もありません。顧問弁護士との協議後はどうなのか、賠償請求を意図するなら額面はいくらなのか、そう思うのであります。2つ目には環境センター事案に関わった現職員と元職員には急所すべきでないと考えるがいかがですか、どうか。2点目には一般廃棄物処理計画の見直しと広域化課題で在り方検討委員会の論点経過を問うものであります。一つには一般廃棄物処理計画の基本方針と環境センターの今後の施設の在り方は検討委員会からの答申待ちで市民が求める方策となるのでしょうか。市自身が在り方の中間論点を受け市民と議会に整理報告し意見交換する必要があるのではないか。2つ目、市の環境政策で在り方検討委員会に広域化論を示唆していますが、こうした方針で進めることで問題はないのか、広域化の対象である隣接自治体と具体的な接点があるのか、県の協議会の動きはどうなのか、先の同僚議員との質問とも被る形になりますが、よろしくお願いしたいと思います。14番森脇徹議員の質問番号1に対する当局の答弁を求めます。古谷総務部長。それではただいまの森脇議員の質問番号1の1点目の環境センターの大躍進事案にかかります賠償についてのご質問にお答えをいたします。本事案につきましては大阪湾広域臨海環境整備センター並びに神戸市、天ヶ崎市、兵庫県をはじめ関係者の深いご理解のもと平成27年3月30日付で大阪湾広域臨海環境センターへの売人の搬入停止措置が解除され、それまで約1年間市の環境センターで保存をしていた売人のすべての搬出が5月15日にようやく完成を完了いたしました。その間平成26年12月25日に大阪湾広域臨海環境整備センターへの支払いを含め本事案に要した主従の経費が発生しましたが、現時点でようやくこれら経費が確定したものと考えているところでございます。つきましては現在もこれら経費にかかる関係者への損害賠償の可否について法的根拠に基づき検討を行っているところであり、その結果については今後しかるべき域に報告をさせていただきたいと考えているところでございます。以上、私からの答弁とさせていただきます。以上、環境部長。飯田環境部長。森脇議員の質問番号1の2点目のご質問にお答えをいたします。まず1つ目のご質問ですが、環境センター在り方検討委員会は、昨年度の第三者調査委員会の最終報告書の内容を踏まえ、将来にわたり安定したごみ処理体制を確保するために、ごみ処理行政や焼却施設の在り方を抜本的に見直す議論を行うことを目的に5月に設置したもので、これまで5回にわたり公開で委員会を開催し、熱心にご議論をいただき、来る12月9日に答申が出される予定になっております。
この答申は学識経験者や環境廃棄物の専門家、市民などの立場から将来のごみの処理量や環境負荷、経済性などの幅広い視点からご議論いただき、最も理想とするあるべき姿を見出していただこうとするものであり、市といたしましては答申を受けた後に議員各位にもその内容をご説明させていただき、ご意見を賜りたいと考えているものでございます。次に2つ目のご質問ですが、在方検討委員会での広域化のご議論につきましては、第三者調査委員会の最終報告書の中で、高度な環境保全対策や適正なごみ処理を推進するために焼却施設の規模の確保が有効であり、高島市が今後周辺地域を含めた広域化を検討されることを期待したいとの提言をいただいておりますことから議論がなされているものでございまして、もちろん単独処理も議論なされており、広域化はあくまでも選択肢の一つであり、決して広域化ありきで議論がなされているものではございません。また広域化につきましては議論の途上でありますことから、隣接自治体と具体的な協議とは行っておりません。なお滋賀県廃棄物適正管理協議会は、市町が廃棄物処理対策に関する知識・見識を深め、廃棄物の適正な処理、資源の有効利用の促進を図るため、情報交換、調査研究を行う組織でありますことから、個々具体的な課題を取り上げ議論する場ではないと考えております。以上、私からの答弁といたします。以上。森脇議員。それでは、再質問をさせていただきます。1点目のこの給食問題でありますが、今の総務長の答弁によりますと、また先の同意議員の答弁とも被る形によりますと、この具体的に給食をどの方に現職員元職員するか絞り込んで、調べていると、こういうふうに答弁理解したんですが、一人一人について故意で重大な過失があると、こういう判定、認定のもと、個々の方に調査をしていると、こういう理解していいんですか。同時に、現職員、元職員の人数の数はどうでしょうか。福井市長。総務省に対する質問ということですけれども、昨年9月の市議会で、私の表明なり答弁についてのご質問でございますので、この案件につきましては、私の方から答弁をさせていただきます。今、個別具体に、例えば現職、あるいは元職の人数なり、あるいはそれぞれ個々のケースにおいて、どのような調整をしているのかというような趣旨のご質問であります。でそもそも昨年の6月に事案が発生し、今公表後直ちに関係各方面に謝罪に寄せていただきます。しかしながら、これは近畿2府4県、さらには近畿2府4県内の高島市を除く168の市町村がこの大阪のフェニックスセンターを利用している、そういう中で平成19年から7年間にわたり事実を隠蔽して再発再犯を繰り返してしまったという、そういう事案でございましたので、ことは関西広域連合の中でも厳しい議論が進められ、関西広域連合議会ではこの際高島氏を告発すべしというご意見もございました。あるいは個別の名前は申し上げませんが、個別の各都道府県知事、あるいは関係市等の市長、あるいは議会の方からもそれぞれマスコミで伝えられておったように、高島氏を告発をすべしというふうなことも伝わってきたわけでございます。その都度関係者関係方面に出向いて謝罪をして、そして、法律上の違反行為を繰り返したことについて、なんとかそのあたりはとどめていただくようにも繰り返しお願いをしてきたところでございます。幸い、これまで告発には至ってございません。ただ昨年の9月の議会でのその背景でございますが、これは市議会の皆様にもご報告をさせていただきましたように、そういう背景の中で昨年9月に中間まとめが出されました。その中には
組織の問題として厳しく、指摘をされてございます。その中で、くどくど申し上げませんが、このような事態となったことに関し、これまでに関わった市職員、退職者も含むそれぞれの責任は重大であるというふうに、まとめをしていただいたわけでありますので、そうした観点からこれは税金で必要な経費を払わざるを得ないということですから、それぞれのいわゆる故意あるいは重大な過失があるとするならば、一定の賠償を検討するということを先に申し上げたところであります。また一方、今日朝からもご質問ございましたように、すでに表明してから1年3ヶ月が経っているというふうなご指摘でもございましたけれども、昨年12月に大阪のフェニックスセンターに約2800万の賠償を議会の議決をいただいて支払いをしました。その際には平成26年10月までの経費という表明でありまして、それは議会にもご説明をしてございます。その後の経費が、所要の経費がいくらかかるのか、まだその段階では不明であります。さらに、本年3月31日に受け入れの決定をしていただきまして、5月の15日に搬出が完了しました。その段階で確認すべき術はないものであります。その段階では担当者レベルで、今後の大阪フェニックスに対する賠償金については、おそらくこれでとどまるだろうというふうな、現実を得たわけでございますので、それから引き続きまして弁護士と国家賠償法等というふうに申し上げてますので、場合によっては民法も含めた賠償の是非について引き続きご議論を意見交換をさせていただいているところでございまして、今の段階では特定の固有名詞を挙げて申し上げる段階ではございません。以上、森脇議員。市長から経過的なお話、今後の方針も含めて今お話いただいたが、具体的な人数やその対象については言えないとであります。一方ではですね、弁護士協議をしている中で、やはり賠償額はいくらか、から管理職の減額について、この問い合わせを5月にしてますね、弁護士に。このことは総務長どういうことですか。よ、古谷総務部長。お答えいたします。弁護士との交渉内容につきましては、私の方からまだ訴訟前提として、今詰めているところでございますので、その内容についてはこの場でお答えできないというふうに私は返しております。以上、森脇議員。その辺が不透明であります。同時にもうそこまでの本気持ちがあるのなら、死になってですよ、いわゆる通貨市で起きた産廃物、これについて通貨が各管理自治体に賠償請求をします。高島市はそれに応じております。職員の給与はしていない。だこういうことも含めた検証を総務省しておりますか。よ、古谷総務長。ただいまのご質問にお答えいたします。敦賀の事案を前提にというようなお話はしてございませんし、今回の事案について周知を検討しているということでございます。市長、森脇議員。私は検証すべきだと思います。同時に、先ほど市長はご答弁出されたけれども、私は急所すべきでないという立場です。これは総合的な市の組織体制、職員の個人の問題も、職員責任もある。同時に川中も24、25年度かかっていましたね。だからそうした 業者のプラントメーカー、こうしたところを含めて、私は総合的な責任分析、これは私はやるべきだろうと思うわけであります。そうした点で職員個人の給与だけに絞っての賠償というのは私は適切ではない、引き続きこのことは議論していきますから、この問題は提起をしておきます。それから広域問題で、聞きたいのでありますけれども、この広域問題で先ほどの同僚議員の質問で、大津市との接点はないと福井市長のお答えになります。では大津市が設けている大津市ごみ処理施設整備運営事業審査委員会、これとの接点は環境部長ありますか。以上、飯田環境部長。大津市とは特にございません。森脇議員。ないということであります。この審査委員会の名簿を見てみますと、8人の大津のですよ、8人の委員さんのうちお二人の方は高島市で、第三者委員会調査員になっていただいた方、
それから3人の方は現在の在り方検討委員会の方であります、まあこれは偶然なのかどうか分かりませんけれども、私としてはこうした委員の皆さんの発言を注目していきたい、このように考えております。それとこのことに関わってこの広域化が出る中でですね、地元の方がどう受け止めているかということなんですね。いわゆる地元の方が懸念されるのは広域化ということが出ると市長は市は検討するというようなことになるでしょうと。そうするとまず地元にですよ、これまた10年ほどこの現施設があるということがね、これ棚上げになってしまうのではないかという、そういう懸念ですね。そういう懸念について環境部長、地元の意向などは掴んでおりますか。飯田環境部長、お答えをいたします。地元、まあ、いわゆる法座閣と文化学に対しましては、この在り方検討委員会がある都度資料を提供させていただき、また結果につきましても区長様にはご報告を申し上げております。でその場で、いろいろとご意見を賜ってはおりますけれども、当然、まあ、今回9日に、まあ、答申が出る予定でございますので、まあ、その答申内容につきましても関係区には、ご説明に上がらせていただきたい、このように考えております。以上、森脇議員。まあ、率直に地元の皆さんそうした懸念を持っておられますのでね、しっかりと地元の方の要望というのはこれはもう副市長に何回も出されてお話されていますからね、そこはしっかりと向き合っていただきたい、このところを申し上げておきます。だから第二問、いや、はい、もう市長、副市長、もう市長、もう答弁もつい一丸がないから、誤解ばかりですから、じゃあ市長、もう二問、はい、次2番、じゃあ2問目に行かせてください。地元の案もそんなおっしゃってない。2問目に行かせてください。ちょっとご静粛に願います。今の、森脇議員の発言に対しまして、やはり答弁をするべきだと私も思いますので、答弁をしていただきます。副市長、今までからご説明させていただいておりますように、私も昨年、地元には何度も寄せていただきまして意見交換させていただきました。地元の方がおっしゃるには、市長さん、これをすぐに止めてくれとは言えない、それは十分分かっている、しかし、次、この場で新設するということについては、われわれはなんとかこうしていただきたいということはおっしゃってましたので、今すぐ止めて、どうのこうのということは一切おっしゃってませんので、市のゴミシェル行政については、地元のそれぞれの皆さん、ご理解いただいておりますので、何度も森脇議員の口からは、そういうことをおっしゃいますけれども、誤解のないようにくれぐれもお願いします。はい、森脇議員。私もすぐに止めとは、そんなことは申し上げてね、勝手な発言、市長の発言は止めて、はい、差し替えてください。申し上げておりません。 10年から先送りされるのではないかという懸念です。では次2問目に移ります。農林水産物確保施設の指定管理の契約履行問題についてあります。担当部長に伺います。本施設は3月議会で住吉やグローイング高島を共同体として指定管理者に選定し議決しました。6月議会では当該施設の設置及び管理に関する条例を一部改正し、事業目的を拡充しての施設としました。その点で一つ、指定実施協定実施後7月1日以降、基本協定それから年度協定通り管理運営されているか、2つ目、不履行事項があるなら市としてどのような指導助言をしているか、まあ、この質問を25日に議長通告した後、先日11月30日に指定管理を解約する議会説明があります。簡潔な答弁を求めたい。2つ目には、本12月議会には12件の指定管理議決が提案されました。指定管理方針である民間事業者の人材専門的知識技能経営ノウハウなどの評点結果を市は尊重して決めるなどの運用指針での選考でありました。この点で議決案件で公募した7案件のうち複数以上応募した案件において候補者選定委員会での上記要件でどのような選考過程があるか、市長決定に至るまでの透明性と公平性でどうか問います。2つ目、修繕費のリスク基準分担において特に経年劣化や劣化施設や部材を持つ指定管理施設でリスク分担のあり方を問います。3つ目、公募案件で元市職員が外郭団体などの代表役員である事案がありますが、職員倫理に課題は何か、
以上、質問であります。14番、森脇徹議員の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。議長、農林水産部長。横井川農林水産部長。それでは、森脇議員の質問番号2の1点目のご質問にお答えをいたします。高島市農林水産物処理加工施設につきましては、指定管理事業者であります株式会社グローイング高島、株式会社住吉屋共同事業体により、本年7月1日から運営を開始しております。指定管理業務につきましては、基本協定書及び年度協定書に基づき、実施されてきたところでございます。しかし、受託運営以降、業務成績が芳しくなく、市といたしましても、経営改善への助言を行い、期待もしていたところでございます。受託事業者といたしましては、持ち前の流通を生かした事業展開も模索されたものの、経営が好転することが見込まれず、去る10月28日付をもちまして、基本協定書第38条第2項の規定に基づく報告があり、指定管理業務からの撤退の意思表示がありました。市といたしましても、経営改善に向け、再三協議をしてまいりましたが、事業者の意思を受け止めまして、報告のあったと撤退申し出につきまして、11月30日付で撤退やむなしと判断したところでございます。以上、私からの答弁といたします。古谷総務部長。それでは引き続きまして、質問番号2の2項目、今定例会におけます指定管理者の選定議案に関する質問にお答えをいたします。まず1点目の公募施設にかかります指定管理者候補選定委員会の選定経過等についてお答えをいたします。ご質問の7施設の選考にあたりましては、施設の性格に性質に応じまして5つの委員会を組織し、それぞれの委員会が2回にわたって審査を行っていただきました。なお、委員は5名とし、そのうち4名は外部委員を委嘱しております。審査にあたりましては、審査のポイントとなる項目を周知をしているほか、選定手続きの流れを募集要領に明記して透明性の確保に努めております。さらに、募集要項では、指定管理者の候補者は、選定委員会が決定した順序に基づき、市長が決定をすると規定をし、候補者の決定過程の透明性を図るとともに、審査過程においては、応募団体名や選考委員名の匿名性を確保し、公平性の観点から厳正に取り扱ってきたところでございます。次に2点目の修繕費のリスク分担については、指定管理施設における市と指定管理者との責任範囲を明確にする目的から定めているものでございまして、その基準となる額は募集要領に規定しているところでございます。まあ、具体的には、施設の標準収支の収入金額に応じまして、リスク分担の基準額を60万円、30万円、10万円、の3区分としてございます。なお、この基準額未満の修繕料は指定管理者の負担となるため、所要の修繕料を標準的収支に見込んで指定管理料を算定しているところでございます。次に3点目の申請団体の代表者にかかるご質問につきましては、募集要項において応募資格を規定しておりますが、元市職員が代表役員であることをもって申請団体となれない旨の規定はございませんので、規定に基づき厳正な審査を行っていることをここに表明させていただきます。以上、私からのご答弁とさせていただきます。以上、森脇議員。それでは再質問をいたします。1点目の農林水産加工施設につきましては、今部長が答弁された内容で、過日の全員協議会でも資料を持って説明があります。
しかし私はあの資料だけでは説明が不十分だと考えております。そこでお伺いをいたしますが、これは単なるこの農林水産施設だけの問題ではなくてですね、市内に今75あるうち32が、やる公募施設ですか、その関係者が本当に注目されていると思うんですね。でいわゆる3ヶ月しか経たないのに撤退表明があると、しかしこれはあってはならないことで、あります。でやはりこう高島市の指定管理制度で、これ公募のありよう、選定委員会のありよう、から市の選定のありを含めてですね、そういうところが問われていると、こういう思いをするわけですが、そうした論点で総務部長、この問題、整理されてますでしょうか。以上、総務部長。古谷総務部長。お答えをいたします。この指定管理施設につきましては、いろんな歴史がございまして、その選定の透明性等々につきましても、また選定の基準等々につきましても、また先ほど申しましたリスク分担のあり方につきましても、一度皆さんにご意見をいただいて、当初の形から変えた形で現在に至っているものでございまして、先ほどのグルーミングの件につきましても、そうした改善の指針に基づきまして厳正に審査をさせていただいた、まあ、結果として残念な結果になったということでございます。森脇議員。総務省、その経過の中でですね、まあ、選定委員さん5名おられるとおっしゃいましたね。この本件の選定も当然関わっていただいた、こうした選定委員の皆さんには今回の事案ですね、経過報告されましたか。これは原価ですか。原価どうですか。農林水産部長。横井は農林水産部長。今のところそういう報告はいたしておりません。森脇議員。私はこの指定管理の運営指針を読みましてもね、いわゆるこうした経過の中ではですね、やっぱり普通あってはならない経過ですからね。で選定委員会での評価、についてね、やはりきちっとお返しをする必要があると、これ運営指針に書いてますが、そこは農林部で確認できますか。以上、農林水産部長。横井川農林水産部長。そのことは承知をしております。森脇議員。ならばですね、このような事態は私はこれに適応するというふうに考えますからね。これは現部でのそういうご議論をはじめ、これ選定ということになります、総務部もかかりますから、しっかり議論をしてですね、検証をまず中ですると、こういう提起をしたいですが、その点は部長いかがですか。以上、森さん。横井川農林水産部長。この件に関しましては当初から市もいろいろな期待をしておりましたこともあります。そういったことから、なんとかその計画通りうまくいきますようにというようなことで、いろんなお話し合いをしたというような経過もございます。そういった面を一度ちょっとしっかり整理をさせていただいて、どういったところに課題があったのかという部分でありますとか、市としてもし問題があれば、そういった点につきましても一度整理をして、そして今後の対応というようなことを含めまして、必要な報告をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。以上、森脇議員。そこは高島市の指定管理制度への本当に信頼が問われるところでありますから、しっかりとした検証をですね、使う形で私も議会や市民の方に、あるいは他の指定管理者の方にもよく分かるような、そういうきちっとした検証をすることを求めておきます。同時にこの問題は議会に対する丁寧な説明がどうされたかという問題ではあると思うんです。政策部長飛んでいきますが、あと政策部長の発表で11月5日に地方創生高島市町と仕事計画決定版の被害報告をもらいましたね。その際にですね、まあ、概要版でざっとお話をされた、まあ、あと中身は、まあ、目通しをしてくださいと、まあ、いうような大したお話でしたよね。
まあ、私すべてその場で目を通せなかったので、後で目を通しましたらね、このここにですね、7月と8月の素案の段階で、ありました、いわゆる農林水産独自産業化事業、地域資源を生かした農林水産独自産業化、ここに本市が所有する米国加工施設について、施設のさらなる有効活用と市内の農林水産の加工価値を高めることを目的にと、農林水産物に米国目的を拡大して、これ農林水産の販売を通じながら進行を図ると、具体的には山野草、小川鈴、キクラゲ等々ね、書いて、これに大きな期待をして、金融機関とも協議をしてやっているというようなことでしたよね、7月、8月は。それが11月5日にいただいた決定版では、党のところスポーツを取ってしまったのね、削除しちゃう。これはどうなんですか、政策部が意図的に私どもに報告しなかっただけですか、まあ、読んでいただいたら分かるというようなことをやったんでしょう。そこはどうです。政策部長。沢政策部長。あくまでも仮定の段階のお話だと思うんですけれども、まあ、最初は素案、案、そして最終的には決定したものを、まあ、お提示をさせていただいたということで、これは当然検討過程の中での変更ということで最終をご確認いただいたということで、その間、確か2回ほど何かご意見がございましたら書面でも結構でございますので提出をいただきたいということでお願いを申しておった案件だというふうに確認しております。以上。森脇議員。まあ、政策部長にはそこまでお答えいただけないんでしょうが、この10月28日にはもうすでに金融施策ローリング高島から撤退届が出てたんですね。で、まあ、十分にまあその間11月30日まで弁護士などと協議してきたという話だったんですが、最初こういうことになったあるということぐらいはね、私は現下から説明が近づいたと思いますよ。そうした点も含めてね、議会対応はどうであったのか、そういうところも農林部長、これしっかり検証していただくよう求めておきたいが、どうですか、どうですか。横井川農林水産部長。撤退の意思表示につきましては、10月28日というようなことでございます。でその後、まあ、いろんな、まあ、協議をしてまい、りましたこともあります。でもう一点は、なんとかその当初言われてました事業につきまして、まあ、十分おやりになる能力があるというようなことで判断をさせていただきましたので、可能な限り継続をというようなことで、事業の見直しをというようなことで、何度も、協議をしてきたというようなことで、まあ、最後まで、そういうような努力をしてきたというような、まあ、結果、そういった、まあ、撤退やむなしというような判断をしたというようなことでございまして、そういう状況の中で、なかなか、議会への報告というようなことは、ちょっとまだ、できなかったというような結論に至ってなかったというような部分も含めまして、できなかったというようなことでございます。いや、森脇議員、まあ、そこはしっかりとですね、部内で、検討するのは十分当然でありますが、やはりこう議会に市民にどう説明するかと、もう現場は閉まっているわけでありますからね、そうしたことも含めてですね、私は市民に透明性のある指定管理制度にしてほしいと、こういうふうに強く要望しておきます。同時にいろんなこれから資料も出していただけると思います。取り消しした後1ヶ月以内に事業報告をしなければならない、これも、この協定にありますが、このことはしっかり業者守りますね。部長どうですか。以上。農林部長。横井川農林水産部長。1ヶ月ごと の月次報告をもらうということになっておりますので、終了まできっちり提出をされるよう指導をしてまいりたいと考えております。以上。森脇議員。はい、まあ、そこはこの23条でしたかね、協定のところに、特に取り消しというのか、そういう解約になった時にはしっかりと1ヶ月後に、全てを事業報告改正調査含めてですね、提出するように、これ求めてますからね、しっかりと提出させて、またしかるべき形で、議会にも明らかにしてもらいたいと思うんです。同時に、これは議長といいますのか、と思うんですが、そういう中でしっかり検証していただく、同時に、私も議会もこれですね、
3月議会で2月3月議会と選定委員会選定後の市長選定候補を受けて議会で審議します。で業者が本当に信頼できる業者なのか、機械設備はどうなのか、技術物件が中にあるのかどうだと等々含めて議論をして、多数議決になりました。またしても、まあ、共産党議員は反対いたしましたが、その後に6月議会で、この条例目的施設の目的を拡大するということで、また6月議会期間さなかにですよ、市長から拡充条例が提案されて、これもが議会も本当にこう真摯な議論をした、そういう経過がある中での今議会でありますから、今回の改悪と取り消しでありますから、私は議会自身も可能な限りの執行者資料をもとにですよ、これを検証するということが私は必要だというふうに思うんです。そうした意味合いで、まあ、このままは、まあ、この一般質問では限られますから全ては言えませんし、まあ、産業建設委員会が担当部で担当委員会であり、まだいろんな場もありましょうし、議長ぜひまたそうした場を設けていただくようこれまたお願いを申し上げて、この件は再質問を閉じます。次の再質問に移ります。この7施設の一般、公募の12件のうち7つの公募、そして今回参議案3つについて議決案件出ているわけでありますが、その中の B&G 高島における公募施設でありますが、まあ、今回の議案でも出ております。まあ、現指定管理者が公募したが応募の段階で失格だったという、そういう全協議会での報告がございました。まあ、その原因は指定管理、まあ、標準収支額、ここにおいて、指定管理予定額を大きく上回ったから失格されたんだと、こういうお話がありましたが、そこで修繕費の積算に、双方の見方に格差があったと、このような報告も同時にありましたが、その額面の差はいくらぐらいやったんでしょうか。現部部担当部で分かります。どこが担当部になりますか。沢田教育総務部長、お答えをいたします。お尋ねの件につきましては、申請段階で、こちらが示した指定管理料は上回っていたということで、その段階で形式審査の段階で、まあ、失格になったということでございます。本来のその実質審査まで至っていないということでございます。以上。森脇議員。まあ、そういう経過がある中での選定委員会に入ったと、選定委員会では当然対象になりませんからね、それはね、当然のことであります。で、まあ、その経過を聞きますとね、いわゆるこの施設について、いわゆるその管理、指定管理料、あるいはまたその中での経営収支、これが私はこう最優先されて、この高島 B&G 施設、創設施設が、利用者の願いにどう応え、本当にこう努力をしている施設か、利用者を広げるだけではなくて、スポーツの目的のでもある、このなんていうんですかね、アスリートを育成するというか、そういう分野でも大きな役割を果たしている施設であるわけなんですけれども、そういうこの指定管理の本来の目的、そういうことも含めた、この公募前の段階でのね、十分なこの、いわゆる公募を出すか標語を出すか、あるいは公募を出す場合でも何を基準するかというね、そこのところの検証は必要ではなかったんでしょうか。またそのことも考えなかったということでしょうか。この点はどこになりますかね。総務部長。以上、総務部長。古谷総務部長。お答えいたします。ご質問が公募非公募の選定ラインというふうに解説させていただいてよろしいでしょうか。で、もうさっきの全員協議会でも申させていただきましたように、非公募の条件が2つございます。それは、まあ、1つは集会所共同作業施設等々の地域密着型の施設が1つでございます。それからもう1点が、これも先に申しましたように借地等々で、地権者の意向がどうしても反映させなければならないというような施設、2つの場合にもって非公募施設というふうにしてまして、原則はやはり公募というふうに私ども考えてございます。森脇議員。
まあ、公募の判断というのは、それはそのような客観的な考えが当然あった上での公募ですからね、まあ、それはそのようにされたということでしょう。しかし同時に申し上げているのは、その施設本来の目的、それが民間のノウハウを本当にフルに生かしてやっていただいていると。でそういうところについて、いわゆるその指定管理料のありようそのものだけでこうね、いわゆる公募でしても失格だと、こういうその辺のかたくななありようというんですかね、そこのところはもっとこのそういや年度協定でもっともっとお話し合いをお互い進めるとか、そういう人と指定管理者の間の信頼関係、そこをもっと深め合えることがどうやったのかとか、そういう検証は必要ではないですかと思いますか。そこはどうですか。以上、総務長。古谷総務部長。お答えをいたします。まあ、森脇議員には失礼でございますけれども、公正な形で公募をさせていただきましたので、まあ、そういうことは、まあ、別の次元というふうに考えてございます。森脇議員、はい。そういう点では施設本来の目的の使われ方、そういう点で、もっと普段から市と指定管理者の間の信頼関係を進めていただくということが大事ではないかと申し上げておきます。同時にこのことに関わりまして一点ですね、今現在の指定管理者、そこで働いておられるこのいわゆるスポーツ指導専門員の方、この方は、引き続き高島市内で活動されるのでしょうか。まあ、それとも本社が大阪ですからそこへ、帰られると、こういうことでしょうか。ここまで菅乗れますか。森脇議員、はい、それちょっと通告外になると思いますので、はい、改めてください。はい、以上。まあ、そこまで答えていただいてもいいのではないかなと思うんですね。まあ、そう言いますのは、そこで現在の管理者の管理者というんですかね、そうしたお方に聞くと、指定管理者が変更になったことで、実は高島市民であったことに、別れを告げて帰らなければならないかもしれないと。まあ、いわゆる若者が3名4名市外へ転出されるというね、そんなお話を聞き及んでるんですね。まあ、そういうことにもなるということをこの点では申し上げておきたい。では次に、第3問目であります。まあ、市組織と職員課題で質問したいと思います。地方分権や地方創生の推進など市の役割が増す中、この間職員の職務専念義務違反や扶養手当のご支給、農林部署での会議検査員指摘問題など市組織職員による不適切事案が続いております。残念なことであります。その点で一つには職員倫理規定の趣旨をより強化し、市職員倫理条例を制定し、市民により、分かりやすくする規範を確立すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。二つ目、再任用の条例案が提案され、職員身分が拡充されますが、市職宅職員や臨時職員の身分の安定と市民に分かる組織体制にするため、職宅職員の身分と権利を条例化すべき環境にあるのではないでしょうか。過去の議会質問で前向きに検討される答弁をされておりますが、その後の取り組みを問うものであります。3点目、職員の定数管理と適切な配置、長時間労働と労働安全衛生について問題はないか問うものであります。14番、森脇徹議員の質問番号3に対する当局の答弁を求めます。議長、総務長。古谷総務部長。それでは森脇議員の質問番号3のご質問にお答えをいたします。まず1点目の職員倫理規定の趣旨をより強化をし、市職員倫理条例を制定をし、規範を確立すべきとの考えるがどうかにつきましては、現在市では高島市職員倫理規定において公務に対する住民の信頼を確保するために、主に市職員が関係事業者等との接触等に関し遵守すべき事項を定めてございます。県内の状況を見てみますと、職員倫理条例を制定しているのは2市のみであり、滋賀県を含め大半が規定を整備している状況でございます。なお本市では公務に対する市民の信頼を確保するために、先に申し上げました職員倫理規定に加えまして、昨年度には、
コンプライアンス推進指針を定めたところでございます。これまでも事務執行に関する不適正事案が主々発生してまいりましたが、過去において職務執行体制やチェック機能が十分でなかったという反省に立ち、再発防止に取り組んでいるところでございます。今後も職員倫理規定やコンプライアンス推進指針に基づき、人材育成に取り組むことが肝要と考えているところでございます。次に2点目のご質問にある再任用条例案が提案をされという点につきましては、再任用に関する条例は合併当初から制定されているものでございまして、今回は年金の支給開始年齢との調整を図るため一部見直しを行うための改正案を提出させていただいているものでございます。また市嘱託職員や臨時職員の身分と権利を条例化すべきにつきましては、平成26年7月4日付総務省通知に基づき、位置づけや勤務条件等につきまして、適切な対応を取りたいと考えているところでございます。すでにさまざまな角度から研究を進めているところでございます。次に3点目の職員の定数管理と適切な配置、長時間労働と労働安全衛生について問題はないかとのご質問でございますが、まず定数管理につきましては、合併当初の削減目標数は達成いたしましたものの、類似団体との比較では一般行政職で 30% 多いという結果が出てございます。本市のように広大な面積を持つという特殊事情もございますが、今後の少子高齢化や厳しい財政状況を考えますと、もちろんに一定の定数削減は必要であると考えており、今年度中に今後5年間を見通した職員数の適正計画の策定を予定しているところでございます。また、時間外勤務につきましては、所属庁において管理や実態把握を行っているところでございまして、偏った長時間労働の是正や、の残業での徹底などによる健康管理に組織として取り組んでいるところでございます。さらに平成17年11月に改正されました労働安全衛生法では、長時間労働への医師による面接指導が義務化されていることから、本市におきましてもこうした体制を整備するとともに、昨年度6月に同法が改正され、ストレスチェックの実施が義務付けられていることから、これにつきましても今年度から実施をしているところでございます。以上、私からのご答弁とさせていただきます。以上、森脇議員。時間がありませんが、平岡副市長、突然申し訳ないんですが、先ほど倫理条例の関係では県下で2市設けているというね、このうちの1市が大津市であると思うんですが、その時には副市長は現職であられたと思いますが、簡潔なこの臨時条例制定に応じるの至った経過という意義といいますか、そういう点での、私の質問とも関わった、ご答弁を制定されるというか、そういう意味での前向きな、お考えは当時はどうだったのか、現在はどうであったのかという質問どうでしょうか、ね。はい、続けてください。まあ、その手元に大津市の条例があるんですがね、これは当然ながら2市という答えをされたから、2市のうちの1市だからね、私は答えてるものでも別に問題ない話じゃないかなと思うんですよ。大いに参考にできる話ですからね、まあ、この点申し上げておきます。それから、部長答弁で26年7月4日の総務省通知ですね、この中に手当についてもきちっとした整備をとありますね。この手当の整備を消毒すれば、条例化もこの基本にしないと難しいんではないですか。その点はこういうことも含めて、職員、職員条例化の視野に入れたということでよいですか。以上、総務長。古谷総務部長。お答えいただきます。そういうことも視野に入れて、さまざまな角度から研究をしてまいります。森脇議員。それから定数管理ですが、今後5年間について計画を立てるということであります。今職員さんについては本当に厳しい定数管理の下で、一方では仕事が増えるという側面、あるいはまた職員身分も
嘱託職員さん、あるいは臨時職員さんの力も一緒に変えながら、総力でやらないと、職員が市民のニーズを答えられないと、こういう状況にあります。こうした状況の中で、職員の労働安全衛生の課題も本当に大きな課題になっておりますから、しっかり働きやすい状況、ぜひ提供していきたいと思いますし、職員定数管理では今よりも減らすということのないように、このお願いを申し上げて私の質問を終わります。以上です。以上で14番森脇徹議員の質問を終わります。